日本のリバイバルということを考えるときに、私たちは分母を増やしていくことを考えなければいけません。分母というのは福音を聞いた人の数です。聖書の御言葉にあるように、福音は聞くことがなければ信じることができないからです。どれだけ多くの人に福音を伝えることができるのか、その意味でスポーツを宣教のツールとして用いていくことはとても大切なことです。日本の人口の7000万8000万という人たちはスポーツということを生活の中に取り込んでいるからです。スポーツは人との関係を築いていくのにとても役に立ちます。スポーツミニストリーを福音を伝える剣として磨いていかなければいけない。シンガポールの教会に行かせていただきました。そこでは若者を捉えるために音楽やダンスなどを礼拝の中で取り入れていました。説明をしてくださった牧師先生が言うんです。日本人を先生として年に何回か日本から来てもらってダンスの指導をしてもらっているんです。その方はクリスチャンではありません。そしてそのダンスの技術を教えてもらったシンガポールの人たちが多くの若者たちを捉えているんです。皆さん、私たちがスポーツ界にいる人たち、私たちが捉えることができたならば、彼らが福音を携えてアジア諸国にも出ていくことができるんです。福音をそのままでは伝えることのできない国々にもスポーツを通して伝えていくことができます。その可能性に目を留めていきたいと思います。コロナウイルスにおいてさまざまなことが変化しました。でも形を変えて新たな宣教のチャンスも開かれていると思います。オンラインを通してトレーニングをしたり、オンラインでさまざまな取り組みをさせていただきました。ぜひ皆さん、熱い思いを持ってこのような時期だからこそできることに目を留めて、神の福音を携えていきたいと思います。